皆さんこんにちは。アイズインワンダーランドのアリスです。ユキです。本日は大きいニュースとして、テンサー RT がステーブルディフュージョンウェブ UI で使えるようになりましたので、その使い方と能力について紹介したいと思います。今回は速報動画です。テンサー RT は NVIDIA が開発した高性能の深層学習推論エンジンです。このライブラリーは深層学習モデルを高速に実行できるように最適化します。それによってステーブルディフュージョンでの画像の生成速度が大幅に上昇すると考えられています。まだ動作が不安定な可能性がありますので、慌てない方はもう少し待ってから使用することをお勧めしますが、今回はなるべく早く試したい方への使い方と、あとどのくらい画像生成が早くなるかというのをお見せしたいと思います。 TensorRT は NVIDIA の GPU に対するエンジンですので、それ以外の GPU では使用することができません。今回使用する環境は RTX4090 を使用しています。他の機能に影響を与えるといけないので、新しくステーブルディフュージョンウェブ UI をインストールしてそちらの方で使っていきます。また SDXL を使うときにはマスターブランチではなく Dev ブランチを使う必要があるということですので、 Dev ブランチのウェブ UI をインストールしていきます。 Dev ブランチはデベロップメントブランチで開発中という意味です。では早速 Web UI のインストールから始めていきましょう。いつもと同じように C ドライブ直下などに新規でフォルダを作ります。私は C ドライブ直下に 2023-1019 テンサー RT テストというフォルダを作りました。まず普通にステーブルディフュージョン Web UI をこの中にインストールします。このフォルダからコマンドプロンプトを開いて、Git クローンに続いてオートマティック1111の GitHub ページのコードを貼り付けてエンターを押します。しばらくするとステーブルディフュージョンウェブ UI のフォルダができていますので、そのフォルダに入ります。ここで Dev ブランチに変えておきますので、このフォルダからコマンドプロンプトを開いて Git チェックアウトの後に Dev ブランチのコミットハッシュを貼り付けます。概要欄に URL を載せておきますが、ステーブルディフュージョンのコミットハッシュのページに入ってください。最初にマスターブランチのページになっていますが、マスターのところをデブに切り替えましょう。そのページの右側にある一番上のコミットハッシュをコピーして貼り付ければ OK です。このボタンでコピーできます。ではコマンドプロンプトに Git チェックアウトと半角スペースを開けて、今コピーしたコミットハッシュをペーストしてエンターです。これでデブブランチになりました。この後のインストールの時にモデルなどがインストールされるのは時間がかかるので、バッチファイルの中を編集しておきます。ここでは XFormers とモデルなどを他のフォルダから呼び出すコマンドを入れておきます。コントロールプラス S で保存して閉じます。一度 Web ユーザーバッチをクリックして Web UI が立ち上がるかを確かめましょう。初回のインストールですので少し時間がかかりますが、待ちます。 Web UI が立ち上がることを確認したら、 Web UI とコマンドプロンプトを閉じます。新規にインストールしてまだ何もしていない Web UI であれば、このままコマンド入力で良いのですが、間違って先に TensorRT をインストールしてしまった場合は、エクステンションズフォルダーの TensorRT のフォルダーを削除して、その後にステーブルディフュージョンウェブ UI の BNB フォルダーを削除してください。その後に一度バッチファイルを起動してウェブ UI を立ち上げてください。これで初期状態に戻りますので、一度コマンドプロンプトとウェブ UI を閉じて、次は同様に作業を行ってください。先ほどのステーブルディフュージョンウェブ UI のフォルダに戻って、再びコマンドプロンプトを開きます。コマンドプロンプトにコマンドをいろいろと入れていくのですが、コマンドに関しては概要欄に載せておきます。1行ずつコピーして貼り付ければインストールできるようになっています。まず最初に BNB を活性化させるコマンドを入力してエンター、括弧 BNB から始まる行ができていれば BNB が活性化されています。次に新しいバージョンの PIP をインストール、 NVIDIA の QDNN のインストール、
NVIDIA の TensorRT の開発バージョンをインストール。そして最初にインストールした QDNN のアンインストールをします。おそらくこの流れは TensorRT のインストールのために QDNN が必要で、その後に不要な QDNN はアンインストールしてるという流れだと思います。これで準備が整いましたので、一度コマンドプロンプトを閉じて WebUI ユーザーバッジをクリックします。 WebUI が起動したらエクステンションズタブを開いて、これも概要欄に載せておきますが、ステーブルディフュージョン WebUI TensorRT の GitHub ページの URL をコピーしてインストール from URL に貼り付けてインストールを押します。しばらく時間がかかりますが、インストールされるのを待ちます。インストールされたら、いつものようにインストール度のタブに入ってチェックフォーアップデートとアプライ&リスタート UI をクリックしましょう。ここでしばらくまた時間がかかりますが、ここでエラーなくリロードができればインストールに成功しています。インストールに成功していれば TensorRT のタブができていますので、クリックしてください。後の使い方はこの TensorRT のところに書いてあるのですが、まず TensorRT のエンジンをチェックポイントにエクスポートします。ステーブルディフュージョンチェックポイントのところからエンジンを取り入れたいモデルを選択しておきます。私はすでにドリームシェイパーとマジックミックスにエンジンをエクスポートしてあるので、今回はアニメ系のブルーペンシルにエンジンをエクスポートしたいと思います。 TensorRT のエンジンは画像サイズごとに必要なので、まず 512×512 のエンジンをエクスポートします。これには数分かかる可能性があります。次に 1024×1024 もエクスポートします。 512×768 も欲しいので、アドバンストセッティングスを開いて高さと幅を入力してエンジンをエクスポートします。では次にセッティングスタブに入りましょう。ユーザーインターフェースのところを開いていただき、クイックセッティングリストのところから SDU ネットを選択します。またこれは新しい WebUI ですので、いつもと同じでクリップストップと、あと VAE も選択しておきます。これでアプライセッティングスとリロード UI をクリックしてください。準備が完了しましたので、画像を生成していきましょう。チェックポイントにエンジンがエクスポートされていると、 SDU ネットのところにカッコ TRT から始まる TensorRT 用の SDU ネットが選択できるようになっています。私は3つのモデルにエクスポートしていますので、ドリームシェイパーとマジックミックスとブルーペンシルがこの中に入っています。一番上のフォルダー名のないドリームシェイパーはいつできたのかわからないのですが、これも入っています。これは使えません。まず最初にドリームシェイパーを使って画像生成をしていきたいと思います。注意点としては、 SDU ネットに特定の TRT から始まる U ネットが選択されている場合はチェックポイントを変更することができませんので、一度 SDU ネットの選択をオートマティックに変更してからチェックポイントを変更してください。その後で U ネットをチェックポイントと合っているものに変更します。オートマティックを選択しても TensorRT が優先で選択されるようです。以前に作ってある画像からプロンプトや設定を取り込んでいきます。シード値をフリーにしておきます。まず最初に 512×512 の画像を生成していきたいと思います。ここからは横にコマンドプロンプトを見せながらやっていきます。ではジェネレート、コマンドプロンプト表示が0秒となっています。そして1秒間のイテレーションが 51.12 という驚愕の数字が出ています。 RTX4090 であれば通常は30ぐらいなのですが、ちょっと早すぎてよくわからなかったので、バッチカウントを10にして10枚の画像を生成していきたいと思います。それではジェネレート。もう10枚の画像が生成されました。画像生成時間は7秒でした。もう1枚の画像生成が1秒を切っている状態です。一度 SDU ネットをノウンに戻して普通の状態で画像生成してみます。
画像が生成されました。こちらの画像生成時間は11秒で、だいたい1秒間のイテレーションが32というような速さのようです。 TensorRT を使うと 1.5 倍以上の画像生成速度になっていると思います。シード値を固定して生成される画像に違いがないかを見てみましょう。もう一度 SDU ネットから TensorRT を選択して、シード値を固定して画像を生成しています。シード値を固定した連続10枚の画像を横に並べてお見せしますが、画像を見る限りはノーマルモードも TensorRT モードも画像に変化はないようです。次にハイレゾフィックスを使って 1024×1024 の画像を作っていきましょう。チェックポイントをマジックミックスに変更します。注意点としては、 TensorRT のエンジンは最終的に出来上がる画像のサイズのエンジンをエクスポートしておかなければいけないので、 TensorRT の 1024×1024 のエンジンをエクスポートしておかなければ画像生成ができません。画像の設定ですが、サンプリングメソッドなどはご覧の通りで、ハイレゾフィックスで RS ルガン 4X プラスを使って2倍にアップスケールをします。ハイレゾフィックスのデノイジングストレングスは 0.6 にしておきます。ハイレゾフィックスのステップ数はサンプリングステップ数と同じ30です。まず今度は通常のモードで5枚の 1024×1024 の画像を作っていきたいと思います。バッチカウントを5にして、 SDU ネットからノウンを選択して画像を生成していきます。それではジェネレート。今回は5枚の 1024×1024 の画像が32秒で生成されました。次に SDU ネットを TensorRT にして画像を生成していきます。やっぱりオートマティックでいきましょう。これでも TensorRT が選択されます。ではジェネレート。あれ、少し遅そうですね。おっと、今回は少し驚きの結果だったのですが、トータルで38秒と逆に長く時間がかかってしまいました。どうも TensorRT はハイレゾフィックスを使うと逆に画像生成時間が伸びてしまうようです。今後少し改善が必要かもしれません。これはお使いの GPU によっても変わってくるかもしれませんので、皆さんも試してみてください。あと TensorRT のエンジンのエクスポートについての追加事項ですが、プリセットの中にダイナミックというのがあります。これはあるサイズからサイズ、バッチサイズからバッチサイズの間の数値が選べるというものです。 VRAM の消費が少し増えると書いてありましたが、ブルーペンシルのチェックポイントにこちらのダイナミックをエクスポートして画像を生成してみたいと思います。512×768のものと768×1024のものを両方エクスポートしておきます。これで512×1024までの好きな画像サイズが選択できるのでしょうか。512×768 や 768×512、 1024×1024 の画像は問題なく生成できます。 500×700 はどうでしょうか。エラーになりました。自由に選択できるわけではなく、512、768、1024から選択することになるようです。 VRAM の消費量を比較しましょう。 TensorRT を使用して 512×512 の画像をハイレゾフィックスで2倍にアップスケールした画像生成では、 VRAM 使用量は 5.04GB でした。 SDU ネットをノウンにして画像を生成します。 VRAM の使用量が 6.19GB なので、TensorRT は VRAM 消費を減らす働きもあるようです。コマンドプロンプトを見ると、ハイレゾフィックス使用時には通常モードでも TensorRT 使用時にも自動的にタイル分けしての画像生成になっているようです。これが画像生成が遅い原因かもしれません。タイル分けがなければもっと早く画像生成できるのかもしれませんね。 TensorRT では VRAM 使用量が減っていますし、私的には VRAM に余裕があるので、タイル分けなしでの画像生成も見てみたいですね。個々の GPU によってタイルを選択できるモードか自動計算方法の最適化があると良いですね。
もっともっと画像生成が速くなる未来が見えますね。ちなみにタイルなしのアップスケールを見るためにイメージトゥイメージで画像の生成を行いましょう。 512×512 の画像をイメージトゥイメージのタブに入れてリサイズ倍で2倍にアップスケールします。デノイジングストレングスは 0.75 です。早すぎるとわからないのでバッチカウント5で比較していきます。まずは通常モードです。ではジェネレート。5枚の 1024×1024 の画像が13秒で生成されました。次にテンサー RT に切り替えて画像を生成します。1枚目はモデルの変更などで時間がかかるかもしれないので比較の時はいつもあらかじめ1枚画像を生成してから比べています。ではバッチカウントを5にしてジェネレート。おお、今度は早いですね。約10秒でアップスケールが終わりました。1秒間のイテレーションも通常モードは8ぐらいでしたがテンサー RT は12ぐらい出てましたね。やはり 1.5 倍ぐらいの速さですね。今後はハイレゾフィックスを使うよりもイメージトゥイメージによるアップスケールをうまく使った方が良いかなと考えます。最後に SDXL を見ていきましょう。これは今のところはデブブランチのみ可能です。 SDXL のベースモデルを選択して 1024×1024 のエンジンをエクスポートします。しばらくするとエクスポートされました。エラーが出るときはコマンドプロンプトから再起動して同じことを試してみてください。ではリファイナーなしでの画像生成速度を比較していきます。画像サイズは 1024×1024 でステップ数は30です。まずは SDU ネットをノウンにして通常モードです。1枚画像を生成してからバッチカウントを5にしてジェネレート。これは通常の画像生成速度ですね。5枚の画像生成には27秒かかりました。では SDU ネットをテンサー RT にして画像を生成します。1枚だけ生成しておいてからバッチカウントを5にしてジェネレート。おお、かなり早いですね。5枚の 1024×1024 の画像が17秒で生成されました。1秒間のイテレーションも通常モードでは 6.5 ぐらいだったのにテンサー RT では 11.5 以上になっていますね。倍近く速くなりましたね。リファイナーとの併用もできましたがファイルの読み込みなどで逆に時間がかかっていた印象がありましたね。私の環境ではSDXL のベースモデル以外の SDXL モデルにはテンサー RT のエンジンがエクスポートできませんでした。今後ゆっくり検証していきましょう。今回はステーブルディフュージョン WebUI をサポートしたテンサー RT の導入を解説しました。最初のめんどくさいインストールもすぐに改善され通常の拡張機能と同じようにインストールできるようになるでしょう。 SD1.5 なら通常使っている WebUI に早速導入しても良いかなと感じました。また何か分かったら報告しますね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。